ゴスケアです。いや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 い。どうだろう、この動画アップする頃にまだ残ってるかしら。レザーシェルターさんって、ご存知って、日本ではまだね、あまり知られてないですよね。レザーシェルターさん。これが、ね、もうこれお持ちになってる方結構いると思うんだけど、樹脂の絵のやつ。銀面をさーっとこう、ドレッサーね、なんだけど、これ、まあ、ね、樹脂の絵なんで、量産も効くから、かなりリーズナブルに売ってますけども、これ、同じ形状なんですけどね、お値段はぐっと上がっちゃうんですけど、これ、ココボロって木です。削るとさ、黄色い粉が出て、削った粉の粉塵を吸っちゃえ、あんまり良くないってやつなんだけど、まあ、これ、粉は出ないからね、ココボロの木です。かっこいいよね。で、これね、溝の形が違うんですよ。で、この金属の自体も違うのね。こっちにちょっと彫りが深いかな。だからまあ、ハイグレードってことで、こちらもやっております。いいっしょ。かっこいいよね。いつもはね、お客さん優先で自分のものはなかなか取らないんですけど、落ち着いた頃に自分用って思うんだけど、これも僕ね、我慢できないね。今回は1時間だけ待って、販売開始から1時間だけ待って、残ってたら自分用にしようと思っております。はい。まあ結構な数入ってきたんですけどね、どうなることやら。おいでー。そうそう、銀面シャッシャッとね、削るのにやっぱり専用の道具があるといいですよね。カッターの背中なんかじゃやってらんないですからね。さて、あとはもうね、これです。もうね、全然取りかかれないの。これ早くやりたいんだけど。あれ、エアコンかかってんの？かかってるけど暑いよ。温度を下げ。はい、ポリッシングリキッド。もうね、もう自分でもびっくり。足んねえかな、どうかななんて僕言ってたじゃないですか。ね、どうかなって思うぐらいの量じゃないとね、そんな怖いじゃないですか、やっぱり。売れ残っちゃったら嫌だしね、いっぱい。全然ウケなかった、みたいな。蓋開けてみたらびっくりですよ。結構な本数、100本近い本数。一晩でなくなってしまいましたからね。で、まあまあ、製造元のね、リゼットさんのところに、すぐに追加発注したら、通常ならね、結構な日数がかかるはずなんですが、もう、これはいかんということで、すぐに対処していただきまして、今、こうしてペタペタと貼っておるわけでございます。ね、皆さんもお試しいただいたかなと思うんですけど、またこれが第2弾で怖いですよね。なんだこれ全然使えねえじゃんみたいな声が聞かれてきちゃうと怖いなとは思ってますけど、まあね、どんな風に使うっていうのはね、まあ塗って磨くだけなんですけど、こんな風にした方がいいんじゃないのとか、僕はこういう使い方してるよみたいな動画をね、今までずっと上げてきましたけども。で、これどっちかっていうとね、まあまあ、まだ皆さん使ったことがないはずなので、先入観でお選びいただいていると思うんですよ。で、あとは、なんていうのかな、評判みたいなのもまだ出てないはずじゃないですか。これを今撮ってる時点ではね。で、言葉の響きからか、粘りの方が先になくなりましたね。まあ、大差ないんですけど。で、どっちも使いたいということが8割、9割かな。で、まあ、とりあえず片っぽだけ試してみようっていうので、先に粘りを選ぶ人が多かったかなっていう印象でございます。そう、ね、インスタとかでも早速レビューいただいたんですけど、まあまあ軽い力で早く光って、うまく言えないけど、とにかくすごいんですっていうふうにいただきましたけどね。そうなんですよ。これね、言葉でね、説明するのってすごく難しいです。ね、急遽、わーっと、まあ、発注数
結構な量また頼んだんで、前回より全然多くね。だから全部が来たわけじゃないんだけど、とりあえずこんだけ先に送るわって送ってくれたんで、ありがたいですよね。嬉しい悲鳴でございます。あぶね、反対に貼っちゃいけない、ね、このシールももう発注しないと。まさかこんな早く来るとは思わなかったなって感じですね。あとはね、皆さんの評判が、評判でどうなるかなという、あの口コミが命でございます。私はあの宣伝広告費みたいなものはかけてないんで、私が広告となってあの宣伝してるだけでございますので、ね、これを雑誌に載せてもらうとかさ、あのいろいろ方法あるわけですよ。宣伝広告費は乗っかっておりません。はい、でね、あのまああんまり言いたくないんだけど、これね、すごくあの成分があの高濃度で配合されております。濃いんですよ、すごく。だ正直このなんていうの、もっとね薄くすることできたんですよ。有効成分というかね、この中に入っているものを薄くすればそれだけ安くなるんで、できるんで、で同じ価格なら僕は儲かるわけじゃないですか。でもね、そうはしたくないし、まあ今までのね僕の読者さんとかはね、ずっと見ててくれてる方は納得してくれると思うんだけど、いいものを届けたかったんで、とっても濃いです。なので、結構ないい金額なんですよ。ね、値段で釣って買ってもらおうなんて思ってないんで、いいものだったら、少々値段が張るものでも納得していただけるんだっていう頭があるんでね。こうしてやっております。まあね、いいなと思って、これをね、お取り扱いいただける販売店さんもちょいちょいとなんとなく聞こえてきておりますので、嬉しい限りですよね。そうなんですよ、本当うちもね、もう、まあ、たまに来る臨時のバイト君がいるんですけど、こういう仕事をやってもらって、僕は革を加工することにね専念したいんですけど、なかなかね、なかなかそうはうまいことはいかないですよ。もうね、今一人でやってるギリギリです。これ以上仕事は増やせません。はい、今日もね、ちょっとしたメーカーさんからね、お仕事の依頼があって、で、まあそれだったらなんとかギリギリできるかなと思ってメールのやり取りさせていただいたんですけど、じゃあサンプルをちょうだいとか、これをこうやってこういうのを作って送ってって言われて、まあご新規さんだったんだけど、本当ね、そんなチャンスをね、まあ、そんな年がら年中来るわけじゃないじゃないですか。でそれからお付き合いが始まってね、いろいろ仕事をガンガンでもらえるかもしれないところなんですが、サクッとね、刻印なんかを押すんだったら、その刻印のデータをもらってホームページで写真見て、この革でこの形でちょうだいって言ったら僕はできるけど、細かいそういう対応もできませんとお断りしてしまいました。本当にね、まあ、しょうがないよね。内装で触れないし、これ以上やってたら俺病気になっちゃうよって思うもん。やっぱり体は一つしかないですからね。そうなんですよ、僕は何のために働いてるんだろうっていうね、ふと疑問に思うことがあるね。面白いからやってんだけど、仕事自体がね、でこういうのをほらね、いろいろ考えてやったやつをね、使って喜んでいただける声なんか聞けるとまたさらに嬉しいしね。てな感じでございました。まあレザーシェルターのそのあれを、危な反対じゃん、
ね、ドレッサーをちょこっと紹介しようかなと思ったんですけど、それより何より目の前の、ね、ポリッシングリキッドをやっつけなきゃっていう、そんな感じでございます。いや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 、どうでしょうね、皆さんの声がね、これを使ったレビューが、まあね、これだけ数出してるんで、でいろんな方々をこうフォローしてたりするんでね、あのハッシュタグをつけていろいろ言ってみてください。僕、そしたら、ボスケやなりなんなりね、あの僕のアカウントでもいいですよ。そしたら僕の目に届くんでね、改善できるところは改善しようと思いますし、そんな風にしてくれたら嬉しいございます。てな感じでございました。ということで、まだまだやります。皆さんよろしくね。じゃあね。